皆さんこんにちは。最近セッションにもよく顔を出すようになった私です。演奏するのは楽しいのですが、集まるのがギタリストばかりで、いつの間にかベースを弾く機会が増えました。というか最近ベースしか弾いてません。私だってギター弾きたい、ソロ回したいなんてこと考えながら両つべを見てたら、我が心の師匠チャーさんがこんなギターを弾いてる動画を見つけました。よっしゃ、これ作ろう。素材その1、アリアプロ2、ヴァンガードシリーズのジャンクボディ。いつ入手したのか思い出せない。7、8年前から部屋に転がっていたジャンクボディ。ボディ材はベニヤ。ピンクに塗られていたものを剥離剤で落とす途中で飽きたらしい。素材その2、サミツク、ショートスケールベース。ボディ材はこちらもベニヤ。1800円で売っていたので何かに使えるかもと購入し放置していた。とりあえず並べてみる。いけそうな気がする。その日、全国的に天気は大荒れ、雨は降らねど猛烈な風が吹き荒れる。やるなら今しかないと、家の外に作業台を設置し、一気にぶった切ります。切れました。現物合わせでベースの切り取り線を引き、サクッとぶった切りました。並べてみるとテンションが上がります。しかし切り口に微妙な歪みがあるため、地味な平面出しの作業があります。接着面の平面が出たらタボ穴を開けます。タイトボンドをたっぷり塗って接着。パテ盛り。サフを吹きました。カッタウェイの成形をするのを忘れていました。特に何色にしようとは考えていなかったので、余っていた赤で塗装。塗装完了。適当にやったにしてはまあまあの出来。磨きます。パーツ仮置き。なんだろう。何かに似てる。油怪獣、ベスター。ここで重大なミス発覚。ベース側から配線用の穴を通すのを忘れていました。サクッと開けましょう。パーツをつければどうせ見えないところですから大胆に行きます。失敗。まあ裏側だから見なかったことにします。配線はギター、1ボリューム1トーン5ウェイスイッチ。ベース、2ボリューム1トーンをこの隙間に入れるため一部削り落とします。ベースからの配線がギター側のスプリングキャビティを通るためタッカーを使い固定します。ギターのペグは先日作ったエクスプローラの余ったネックから拝借しました。発泡塩ビータで裏蓋を作ります。弦を張って、ネック角を調整し、ピックアップの高さを調整し、オクターブチューニングを合わせたら、完成。コントロールは、上のスピードノブがギターのボリュームとトーン。右下の黒いメタルノブがフロントボリュームとリアボリューム。ギザギザのやつがベース用トーンになってます。ギターのピックアップは一見3シングルですが、センターはダミーでリアとフロントはシングルサイズのハムです。4芯だったのでこんな感じに配線してみました。結果。1番、リアのシングルタップ。2、リアハム&フロントシングルタップ。3番、リアシングル&フロントシングルのハーフ。4番、フロントハム&リアシングル。5番、フロントシングルということになります。音出ししてみると、おや、なぜかトーン全開でウーマントーンが出てきます。確認してみると、あ、トーンポットに繋ぐ場所を間違えてました。面倒なのでこのままにします。
かがでしたでしょうか。もうお気づきだとは思いますが、とにかく重いです。その重量、なんと6キロ。とてもじゃないが使えるとしたらせいぜい1極か2極。いつかで落ちギターとして使いたいものです。